はい、ありがとう整体の平野です。最近私が直接猫を見た、場面なんですけども、3つありまして、1つはこのデパートでですね、突然この杖をついた、高齢の方がですね、男性の方が突然こう怒り出してですね、もう急に大声を出して、そして店員さんに対してね、店長呼べみたいな形で、杖をついた、ご高齢の方が杖をこう振りかざして、怒っている、そういう場面を見ました。で次はですね、ホームセンターでですね、やはりこのレジの方に対して、本当にこの大きな声で、しつこくですね、ずっと怒鳴り続けている場面を見ました。そして昨日、ドン・キホーテでですね、ちょっとこのカートの押し合いというか、店員さんがカートを押しているのがちょっとその人の邪魔になった、ちょうど見てたんですけども、確かにちょっと店員さんももう少し気をつけるといいかなと思ったんですが、そのやっぱり男性の方で少しね、この、脳梗塞かなんかやられて、少しね、この体がね、ちょっと不自由な方だったんですけども、またそれ、本当に怒鳴り出してですね、俺の体を見て、何とも合わないのか、みたいな形でこう、怒鳴っている姿を見てですね、ちょっと本当にこう悲しくなったんですけども、年を取っていって、本当はね、こう、やっぱり勉強していって、失礼な言い方をすれば、その3人の方ね、こう何をこの人生の中で学んできたのかなっていう、そういう気持ちになりました。私自身もですね、人のこと言えないんですけども、本当にこの、うちの父と、こう、遺伝的なあれなんですかもしれないんですけど、すごく怒りっぽくて、本当にこの、何も勉強してこなかったらね、その方たちと、3名の方たちと同じようなことをしていたかもしれないんですけども、それを、斎藤ひとりさん、小林正観さんのね、と、こう出会うことによって、本当にこの、体、そういった心の勉強もさせていただいて、今ね、そういう場面を見て、本当にこう悲しいなっていうふうに、何を勉強してきたのかな。やはりこの、人生はね、このやっぱり勉強する場所だというふうにね、考えればですね、年を取ってこう怒り、このコロナの影響かもしれないんですが、本当にこの嫌な場面を、3回連続見たのでですね、この動画を撮らさせてもらって、でもそれがですね、この怒りやこう心配や、恐怖がですね、結局自分の免疫力を落とさせて、病気につながっていってしまう、結局自分がすごく損をしているんだよっていうことにね、気づくと、怒りや心配や恐れをね、なかんと、することがすごく損することが分かればですね、それを切り替えていく、もちろんすぐにはできないかもしれないんだけども、私自身もですね、何十年、ひとりさんの本に出会って何十年もかけて、変えてきたつもりです。かかりました、ね、でも、変えてよかったなって本当に思います。ムカッとかね、こうする場面はありますけどもね、それでこの気持ちがでも、損しちゃうから、そんな場面も、面白い、嬉しい、楽しいってね、先ほど言ったその3名の方もね、こう見て、昔だったら僕注意してたかもしれないんだけども、そこに対してですね、我慢できたというかね、そんな形で、ちょっと自分をね、褒めてあげたんですけども、すみません、ちょっと何を言ってるか、うまくね、こう伝わらないかもしれないんですけども、本当にこのね、生きていく中でですね、やはりこの許し合いがもう大事だし、自分が損すると思ったらですね、やはりこの怒りを、逆にマイナスのね、精神状態をプラスに変えるね、これはもう無理やりこう持っていかなければいけないというふうに、ひとりさんは言ってました。本当にこの斎藤ひとりさん、今動画ね、いっぱい出てますんで、ぜひね、YouTube で、斎藤ひとりさんの動画を探してもらって、でもどん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 聞いていってもらうとね、非常に役に立つと私は考えます。この整体師が感じるところ、やっぱりその体のね、この歪みだとか、そういったものを調整することも大事ですけども、やはりこの気持ちの問題、意識の問題、これもね、非常に関わってくるので、ぜひね、斎藤ひとりさんの動画を見て勉強してみてください。ご視聴どうもありがとうございました。